2枚の折り紙を使って折ります。まずは顔の部分から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下と上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて90度回して、こちら側も三角に半分に折ります。これも開いて、この部分を開いて、内側の折り筋に合わせて、このように折り替えます。反対側も同じように折ります。この三角を立てて、中を広げて正方形に潰します。すべての三角を同じように正方形に折ります。この正方形の袋を上にめくりながら、折り鶴を折るときのようにひし形に折っていきます。すべての正方形を同じようにひし形に折ります。次に、内側の角を、まず右側を外にいっぱいまでめくります。左側も同じように外いっぱいまでめくります。下側もいっぱいまでめくります。これを上下ひっくり返して、ひし形のこの角からこの下の真ん中までをまっすぐ結ぶようにこのように折ります。反対側も同じように、ひし形の角から下の真ん中まで、このように折ります。これを三角を下に下ろします。反対側も三角を下に下ろします。上下ひっくり返して、こちら側の先っぽをこの角からまっすぐになるように小さく折ります。反対側も同じように折ります。これで顔の部分は完成です。次に頭の角の部分を折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを開いて、今ついた折り筋に今度は上を合わせて折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを開いて、今ついた折り筋に今度は上を合わせて折ります。この正方形を今度は三角に半分に折ります。開いて、縦にして、両側を開いて、閉じ直すと、この三角形が立つので、この三角を正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら、先ほどのようにひし形に折っていきます。これを裏返して、この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の角を下に2センチほど下ろした位置で折ります。下の角を1センチくらい上に折り返します。これで角の部分は完成です。顔と組み合わせて、これで折り紙の部分も完成です。これに顔を描いていきます。真ん中の線の紙の切れ目に三角形の花を描きます。その花の端からひし形の先まで線で結びます。その線の下からもう一本目の下の線を伸ばします。中に短く線を2本引いて、そこをつなぐようにして目を描きます。反対側もバランスに注意して目を描きます。鼻の周りに3本線を描きます。顔の間に長めの三角を描きます。耳の中も一回り小さく線を引いて、そのさらに内側にもう一回り小さく線を引きます。反対側も同じように描きます。耳の先に線を引きます。これに色を塗っていきます。グレーのマーカーで顔の真ん中の線とその周りを縁取りして塗っていきます。顔の横の部分もグレーで塗りつぶします。くちばしの先の部分もグレーで塗ります。赤いマーカーで耳の中を塗ります。鼻の周りの線も赤で塗ります。黒いペンで目の縁取りをして、目の周りの部分を塗りつぶします。鼻の三角も黒く塗ります。細いペンで黒目を描いて、耳の中心の部分も黒く塗りつぶします。細い線を顔の横に引いて、目の中を黄色で塗ります。最後に角の部分のこの三角もグレーで塗ります。これを顔と組み合わせて、くちばしの下側で貼り合わせます。頭の上でも貼ります。これでシルバディの完成です。